丸菱百貨店は、かつて、滋賀県彦根市に存在した、百貨店。当時ほぼ同時期に創業した埼玉県川口市、本町にあった、丸菱百貨店とは、資本、人的ともに無関係である。滋賀県彦根市銀座町七の五土橋商店街に所在。高島屋系商店の彦根町内進出に対抗して1933年に、 地元商店主有志の宮本寿太郎ほか20名が出資し合って設立したのが始まり。丸菱百貨店の名称は旧彦根町議員、彦根市議員、滋賀県議員を歴任した谷口哲次郎が名付けた。建設費は当時の金額で約5万円だった。当時は珍しい4階建て洋風コンクリート様式のモダンな百貨店は彦根を代表する。 商業施設としてにぎわった。しかし、太平洋戦争突入後は、戦局悪化に伴い不要不急店舗に指定され、店内は終戦まで航空部品製造の軍需工場として使用された。終戦後、荒廃した店内で、満州からの引上げ者が商売を始め、満連百貨店と呼ばれるようになる。一時は闇市同然の様相となったが、1954年に、 当時の彦根の有力者と満州県商人とが一体となって、再び百貨店として営業再開。再開された店内には50ほどの商店が入居し、彦根で最初の洋食レストラン、スター食堂、平和堂の前身となる靴や、サンライズ出版の前身となる当社印刷店などがあった。昭和30年代前半に百貨店としては閉店。 1976年大津市に、西部大津ショッピングセンターが開業するまで県内に、百貨店がない状態が続いた。その後しばらく放置されたが、昭和40年代前半に、建物外部を修復、内部をリニューアルしてスーパーマーケットパリアが開業する。パリアは平成になって、市内町曽根南町へ移転し、平和道銀座生活館となる。 平和堂銀座生活館は1999年2月に閉店し、ザダイソー百家にプラザ、彦根銀座店として営業をしていたが、2008年10月に建物の解体が決定し、翌年2月に解体。約75年の歴史に幕を閉じた。跡地は平和堂の駐車場になっている。美光彦根の銀座繁栄をもう一度。 宮本寿太郎の孫、岡林敏子さんの店、小さな銀座、昭和の食事提供詩が彦根新聞2011年5月27日、北山幸子滋賀県における、大規模小売業の展開株式会社平和堂の、事例を中心に、第一節株式会社平和堂1から2、円閣立名館経営学、第44巻第6号2006年3月、 彦根商店街連盟第1回彦根城下町、検定試験模擬問題解答問45、滋賀大学経済学部附属資料館ニュースサム第25号、彦根市市第9巻。ありがとうございます。